おい、ジュジュ、汚ねんだよ。おめえみたいな人間、世の中に不必要なんだよ。消えろ。すみません。やめてください。ただ生きてるだけで、誰の役にも立てない俺なんて、何の価値も。おい、高崎、さっさとこれ片付けとけって言っただろうが。すみません、今やります。お前みたいな派遣なんて、いくらでも代わりがいるんだからな。使えねえお前を雇ってやってるんだから。感謝して働けよ。はい、すみません。きっと俺はこのままここで使い潰されていくだけだ。俺の名前は高崎、38歳独身だ。ブラック企業と有名なとある工場で派遣社員として働いている。はあ、残業疲れた。今日もコンビニ飯でいいか。普段は工場内でも空気扱い。俺は何のために生きているんだろうか。俺の家族は早くに亡くなり、身内と呼べる人間はもう誰もいない。ろくな休みもない俺には、友人や恋人といった関係の人もいないし、趣味も楽しみも何もない。父さんと母さんが亡くなってからもう20年か。早いな。高校卒業してすぐに2人が亡くなってから、東京に上京して今の工場に入ったんだよな。一攫千金を夢見たこともあったが、今も昔も変わらず貧乏なままだな。本当は一人暮らししたら、念願の動物を飼って思う存分もふりたかったのに。ぷにをモフモフするぷに、ちょっと毛を伸ばしてくるぷに。くそ、いきなり降ってきたな。珍しく残業なしで帰れた日に限って、まさかの雪か。ついてないな。エロ、どこなの？君どうしたの？傘もささずびしょ濡れじゃないか。ちょっとこの傘持って、待っててくれるかい。ほら、これ使っていいよ。風邪ひいちゃうよ。おじさん、ありがとう。こんな雪の中でどうしたの？迷子かい？ううん、奏はもう6歳だもん。迷子にならないよ。おじさん、犬見なかった？お家で飼ってるペロがね、玄関を開けた隙に飛び出していっちゃったの。いくら探しても見つからなくて。白い犬なんだけど、見てない？ここまでの道では見てないな。ごめんね。ペロ、きっと迷子になって怖がってる。早く見つけてあげないと。おじさんでよければ一緒に探してあげようか。本当？ペロー、どこにいるの？おーい、ペロちゃん。服が濡れちまってるが、幼いながらにいい服着てるな。どっかのお嬢ちゃんかな。俺みたいなのと歩いてたら誘拐に思われたりしないよな。おじさん震えてる？寒いの？いや、これは違うんだよ。ここにもいないみたいだな。お嬢ちゃんが探していないエリアも見に行ってみようか。うん、そうする。おじさん、ありがとう。かわいい。大丈夫、二人の方がきっと早く見つかるからね。雪に濡れて冷えちゃったかな。よし、じゃあおじさんのとっておきを教えてあげよう。とっておき？コーンポタージュ。寒い時はこれが効くんだよ。スープが缶に入ってるの？美味しいし温まるから、騙されたと思って飲んでみな。うん、いただきます。どうだ、効くだろう？うん、美味しい。体がポカポカする。ありがとう、おじさん。この声はペロ。お、こんなところにいたのか。でっけえ、てっきりちっちゃい犬だと。って、あれ、あっちに行け。びっくりしただろ、大丈夫か？おじさんすごい、守ってくれてありがとう。エロ、心配したんだからね。怪我してない？大丈夫？無事に見つかってよかった。いいな、モフモフ。ちょ、なんで俺。
けてあげようと思ったぷに。はあ、幸せだ。もう思い残すことはない。おじさんも犬が好きなんだね。ああ、一度飼ってみたいなってずっと思ってたんだ。もう暗くなってきてるな。危ないから家まで送るよ。うん、ペロ、お家に帰ろう。うん、ここが奏のお家だよ。おじさん、送ってくれてありがとう。いいとこのお嬢ちゃんだろうと思ってはいたが、これは…お家の人たちがきっと心配しているだろうから、早くお入り。じゃあな。私、いつかおじさんにお礼するね。ありがとう。おじさんも帰り、気をつけてね。怒涛の数時間だったな。あの子の笑顔はまるで天使が舞い降りてきたようだったな。それにあのモフモフ、人生史上最高だった。何もない俺でも人の役に立つことができたんだな。プニモも振られたいプニ。あれから1ヶ月、お嬢ちゃんとペロ元気にしてるかな。おい高崎、何楽しそうにしてるんだ。すみません、楽しそうにしてるとこ悪いがな。お前はもう明日から来なくていい。は、何ですか突然。うちの工場も近頃経営が厳しくなってきてな。だからいらない人間はクビにすることにしたんだ。そんな、この年でクビになったらどうすれば。知らん。もう今日は帰っていいぞ。荷物は全て持って帰れ。嘘だろ。くよくよしてもしょうがない。片っ端から面接を申し込んで次を探すぞ。数日後、高卒で上京したから何の資格もない。バイトの面接でもことごとく落とされて、貯金ももうあまりない。大家さんに事情を説明したが、このままではこの家も強制退去になってしまうだろう。俺はどうしたら。結局どこも雇ってもらえず、家も強制退去になっちまった。残りの貯金でネカフェから求人を探すか。貯金がなくなっちまったら俺はもう…いや、俺は最後まで抗うぞ。どんな仕事でもいいから働きたいんだ。お客様、お静かにしてください。あ、すみません高崎。とうとうホームレスになっちまったな。でもまだ負けない。ハロワに通い続けて仕事を探してみるんだからな。申し訳ございませんが、現在の住所がわかるものと身分証明書がないとご案内できるお仕事がありません。そうですか。お力になれず申し訳ございません。この生活になってから10年、すっかりホームレスが板についちまったな。できるだけ公園の水道の水で汚れを落としたり、拾ったハサミで髪もヒゲも切ってるものの、汚くなっちまったな。50近くにもなってこんな生活続けて、俺の人生は一体何なんだろう。ああ、雨とかマジ最悪。イライラするわ。それな、てか、なんか臭くね。あのホームレスだよ。マジ最悪、キモいわ。おい、ジジイ、こんなとこで寝てんじゃねえや。汚ねえんだよ。すみません。あ、何言ってるか聞こえねえや。おめえみてえな社会不適合者、世の中に不必要なんだよ。消えろ。やめてください。その通りだ。ただ生きているだけで誰の役にも立てない俺なんて何の価値も。何してるんですか。ああ、誰だよ。やめませんか、そんなこと。社会不適合者はあなたたちの方だと思いますよ。なんだよおめえら、陰キャが口挟んでくんじゃねえや。てか女の方可愛くね。俺たちと遊ぼうや。奏に手を出すんじゃねえ。うっせ。てめえ、陰キャのくせに何しやがる。陰キャだろうが陽キャだろうが関係ねえ。いきなり女性に触ろうとする痴漢を撃退して何が悪い。それで、その奴か。お前もしかして。何、お前ら俺のこと知ってんの。知らないわけねえだろ。あまたもの地獄を生み出し中学生最強と歌われた人間、いや怪物。あの悪銀の悪魔かよ。悪銀の悪魔。悪魔だの妖怪だの言われてる俺よりよっぽど悪魔みてえなことやってんのはお前らだろ。それはだってホームレスなんて社会のゴミで。あの人がどういう人生を経てこうなったかも知らずにゴミって決めつけられるほどてめえは偉いのかよ。
勝手に決めつけて勝った俺たちの方がよっぽど強いでした。申し訳ありません。謝る相手が違えだろ。ひどいことをして申し訳ございませんでした。ああもう二度としないっす。失礼します。何だったんだ今のは。大丈夫ですか？怪我はありませんか？ああ見た目ほど怪我は全然。なんだろう、何か見覚えがあるような。君も俺なんかのためにありがとう。とても強いんだね。急な雨で体が冷えて寒いでしょ。寒い時にはこれが効くんです。飲んでください。君はもしかしてあの時のお嬢ちゃんか。まさかこんな奇跡があるなんて。エロは元気か？10年も経ったからもうおじいちゃんになってるかな。もしかしてあの時のおじさん。本当にエロは元気です。もう年を取って脱走もできなくなっちゃったけど、あの時は本当にありがとうございました。そうか、君もペロも元気ならよかった。それよりおじさんの手汚いから離さないと。恩人のことを汚いなんて思うわけないじゃないですか。おじさん、これから何があったんですか？話すと長くなっちゃうんだけどね。私、聞きたいです。聞かせてください。かくかくしかじかそくそくらのらの。そんなことがあったなんて。おじさん、辛いことを話してくれてありがとうございます。暗くなる話でごめんね。久しぶりの再会なんだから、もっといい話題があればよかったんだけど。おじさん、私、おじさんにあの時のお礼がしたいんです。ちょっと私の家まで来てもらえませんか？いや、でもこんな汚い格好であんな立派な家には。大丈夫です。さあ、行きましょう。じゃあ、俺はここで。本当にありがとう。この恩は忘れないから。あの時と変わらず立派な家だな。おじさん、住む場所やお仕事に困っているのなら私のお家で働いていただけませんか？これが私からおじさんへの恩返しです。こんな汚くて何もできない役立たずなんて雇ったらダメだ。その気持ちだけで十分だよ。私もペロもおじさんにとっても感謝してるんです。両親にも先ほどこっそり許可は取りました。それでもダメですか？そんな、こんな俺でいいのか。行ってらっしゃいませ、奏お嬢様。行ってきます、高崎さん。あれから本当に俺はここで雇ってもらい、今はこうして奏お嬢様の執事の一人としてここに住んでいる。改めてアルト君にも何度もお礼を伝えた。遠いあの日、ペロが脱走したことできっと俺の運命は変わった。さて、君たちもこれからご飯を食べてお散歩に行こうか。生きがいも自分を必要としてくれる人もいない俺が、こうして誰かに必要とされるなんて、あの時は思いもしなかったな。俺が働けるうちはずっとこの家に仕えて精一杯恩返ししよう。俺を救ってくれた人たちのために、俺は今が人生で一番幸せだ。高崎が幸せそうでプニも嬉しいプニこんにちは、かなでです。最後までご覧いただきありがとうございました。高崎さんに恩返しができて本当に良かったよ。一緒に喜んでくれるあなたは高評価ボタンで教えてね。コメントでもメッセージもらえると嬉しいな。これからもソプラノ漫画は100万人登録を目指して頑張るから、チャンネル登録とベルマークの通知のオンで応援よろしくね。それじゃまた次の動画で会えるの楽しみにしてるよ。ソプラノ漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。